一回良くなってたのにね。ああ、そうですね。確かに、ね。だいぶまた良くない方に行っちゃいましたね。いや、確かに。結構季節の変わり目で悪化する気がする。はいはいはい、ああ、それ前からおっしゃってましたよね。そうなんですよ。梅雨時だけ調子がいいみたいな。そうそう。そうですね、うん、だって硬いもん。頭今までで一番痛いかも。痛くないとこがない。可動域もちょっとね、狭まっちゃってますね。ああ、ここがあの上にできないですもんね。結構突っ張りますよね。ああ、そうですね。うん、痛い痛い痛い、バリ方です。いや超痛い、ね、痛いと思う。痛いと思うじゃねえよって思いますよね。もう頭が硬いというか、手が硬いんじゃないかって錯覚するぐらい痛いです。あ、鋼なんじゃないか。鋼じゃないです。だって1時間おきに起きてるわけですもんね。そうなんですよ。そりゃリラックスからほど遠いですよね。そうなんですよ、うん、でも寝つきもいいから、なんか毎回違う夢見るんですよ、うん、あら。寝つきいいのかな、それ。寝てはいるってことですけど。そうですね。どうなんだろう。めちゃくちゃ寸断されまくってますもんね。だってお腹痛くなっちゃうんですもんね。あ、そうなんですよ。それは非常に環境としては良くないですよね。そうですね。結構トイレ行く夢よく見ますね。それに対しての薬とか飲んでないんですね。あ、あるんですよね。確かに飲んでないですね。あんまり不便って思ってないってことですか。あ、なんかもう慣れちゃって、うん、あ、そういうもんみたいな、うん、いやでもそうですね、飲んだ方がいいよね、うん、とりあえずお医者さん行った方がいいですよ、それ絶対本当にする。あ、そうですよね、うん、何か泌尿器か。あ、でもそうですね、泌尿器科ですね、そのトイレのことだったらね。あ、うん、でも生理痛も重いしね、なんかちょっと
一旦両方見てもらえるようなところに行けた方がいいのかなって気もしますけどね。確かに、うん、あーはい、だんだん重くなってるっていうのが心配です。あー、うん、確かに、うん、相性あるじゃないですか。 ありますね、うん、だからなんかやっぱり行くの怖いなとか思っちゃうんですよ、ね、確かにどこ行こうかなとかね。そうなんか悩みますね。こっちが本気でなんか真剣に悩んでるのにあんまなんか親身になってくれないけど、畜生行ってきましたみたいになることもあったから。確かにね、そう、まあ、口コミとか調べてしたらいいんじゃないですか。割と参考になりますよあれ。結構こうね、あのそういう患者側からも評価できたりするじゃないですか、うん、だから前よりは多分対応良くなってると思うんですよね。あ、確かに、うん、本当病院はね、うん、うん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 、前はちょっとね、殿様商売的なね、そうね、うん、ありましたけど、今だと、まあ、やっぱり扱い悪かったりすると言われちゃいますからね、書かれますからね、うん、さっきより楽ですかね。うん、はい、うん、あ、ててて、うん、さっきよりは柔らかくなりましたけどね。まだ痛いですかね。あ、痛い痛い。今日は結構つらい。あ、確かにいろいろね、うん、満身創痍みたいな、うん、どこも痛いね。いやだって特に頭なんか入んない硬さになっちゃってますからね。あ、本当ですか。うん、カチカチな感じですね。あ、うんうん、そうですね、うん、なんかもう最近美容院のヘッドスパとなんでもなんかスルーされますね、うん、何するって。硬いですねとかも言われずに、ああみたいなあ、じゃあ肩の方ちょっと思いますねみたいな、ヘッドスパじゃないみたいなやりたくなくなっちゃう硬さなんですねきっとね。そう、もうなんか追求してはないみたいな硬いって言うとやらなきゃいけないから、もう なかったことにしようみたいな。あ、そうそう、20分ぐらいで済むようになんとかなんとか話とかでそらさないとこの差を注意よみたいな指が痛いよみたいなね。そう、いやでも本当でもそのレベルですね。ツルツルになっちゃってる。押して沈まないからつるっといっちゃうぐらい硬い。あ、そうですよね、うん、あ、ちょっとこことか
かりますよね、自分でもなんか、分かりますね、余裕がないじゃないですか、もうピーって、はい、ね、張り詰めちゃって、はあ、あまりにも硬いから自分でもやるんですけど、うん、もう1分ぐらいでイライラしてきて、うん、諦めちゃいます。うん、ちょっとこれは大変ですよね、頭めちゃくちゃ硬い。そうですね、もう美容院から見捨てられるぐらい硬いですからほんとに何かこれがマックスの硬さって感じです。あ、やっぱり、うん、痛いですもん私も、うん、そうこんな滑っちゃうぐらい硬いって、あ、うん、これ以上はないですね、これが一番ですね。ある意味なんだろう、今までのウンハさんって頭の状態で言えば一番悪いって感じですかね。あ、やっぱり、うん、私もなんか触られた感じ、うん、そんな気が、うんうんうん、当然、まあ、その足したら足りてるって思うかもしれないですけど、うん、やっぱ状況としてはすごい睡眠不足だと思うんですよね。あ、深い眠りが得られてないですからね。そうですね、夢ばっか見てね、そう、うん、それだとこう、うん、悪影響が連鎖していっちゃってるような感じだと思うので、うんうん、左ちょっとマシになっていますね、先に比べたら。確かに、うん、右の方が良くなかった。一応こここれだけね、ゆとりが出てきたから。でも超痛い、超痛いけどね。でもまあ右に比べると左は結構いい方。そうですね、うん、さっきもちょっと硬かったよな。そうそうそう、動かなかったから動かないってやばい、動かないはやばい。首結構ほぐれてきましたね。あ、はい、うん、せっかくなんであれヘッドジェルとかつけましょうか。 ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you.